第2ステージはそれぞれ5人の詩人作曲家による作品で構成し、自由そして未来へと名付けました。今を生きる作曲家と共に歩みながら、彼らの作品をやがてはクラシックへと昇華させる、そんな役割への挑戦を意識しながら、若々しく前向きに今という時代を生きる歌として、これからも歌い継いでいきたいと思います。それではカモメ、鳥が、海景色、家入り、未来、以上5曲を指揮太田茂幸、ピアノ福島邦子でお送りいたします。